株式会社立学校は小泉純一郎内閣の下で実施された構造改革特区の制度を利用して構造改革特別区域法第12条により株式会社が設置した学校である。私立学校の一足であり学校紹介資料によっては私立学校として扱っている場合もある。既存の私立との明確な違いは以下の通りであるが、 学校法人率として運営していない学校を指す。そのため、大見兄弟社中学校、高等学校のように、設立に、大見兄弟社が関わっていても、学校法人が設立され、そこが運営している場合は株式会社率としては、扱われないことになっている。日本では2004年から2009年春までに、全国で高等学校21校、中学校1校及び、 小学校一校が設置された。既存の学校と違い、カリキュラムを自由に組んで特色を打ち出すことができたり、校舎や運動場等の施設についての条件が緩いのが利点であるが、逆に、私学助成金が受けられず、また、学校法人への寄付には認められている、税制上の優遇措置がないという財政的に不利な点がある。 この不利な点のためか、中には、学校法人率に転換した学校も存在する。また、特区制度が、地域おこしの手法として用いられることもあって、所在地も、地方の偏地に偏っているのも特徴である。現在は、LCA 国際小学校及びフェリーチェ、玉村国際小学校の2校を除き、株式会社率の学校は通信制、高等学校のみである。また、 これらの他にも株式会社立大学が存在するが、それについてはこちらを参照のこと。記述の通り、学校法人立の学校と比べ財政的に不利な点もあって、約4割の学校が赤字に陥っている。また、大半が通信制高校であり、多くの生徒が特区認定を受けた地域にある本校に通学する機会は数日間のスクーリングのみと少なく、 地域をこしとしての効果も限定的であった。さらに一部では設置母体となったサポート校等の活動と混然一体となり、本来は禁止されているサポート校でのスクーリング実施等の教育上問題のある学校も見受けられた。このため政府は本制度を全国で解禁しない方針を固め、季節校は希望すれば学校法人に移行できるよう支援することとした。 構造改革特区法に基づく株式会社率の通信制高校の7割が同法が禁じている特区外での教育活動をしているとして文部科学省は規制に乗り出す方針を固めた。また教育内容に関しても不適切な状態にあるとして質の改善を促すとした。文部科学省の担当者は脱法行為であり教育の質も低く。 高卒資格取得を売りにしたビジネスと指摘した。ただし、8の特区外で違法事業、試験株式会社率の通信成功7割の記事については内閣修出180第396号衆議院議員大谷慶君提出株式会社率の通信制、高等学校に関する質問に対し別紙答弁書を送付した資料において記事は 不正確と述べられている。https://www.shugin.go.jp スラッシュインターネットスラッシュ itdb 質問 nsf html 質問 b18396 htm ありがとうございます。